ではホームの福島からラインナップ紹介していきます。ゴールキーパーは経験豊富な新加入の山本海斗、ディフェンスラインは3枚の予想です。宇佐美、キャプテンの川西、そして幸恵です。ダブルボランチには諸岡、そして橋本陸の予想、そしてウィングバックにはルーキーです、堂花、そして高卒ルーキーの芝、シャドーストライカーには大卒ルーキーの田中、そして鎌田、最前線昨シーズン13ゴールのイスマイラです。その藤枝のラインナップです。ゴールキーパーはキャプテンの杉本、そして今シーズンは4バックという予想もありましたが、ここでは3バックの予想にしています。川島、秋山、那須川です。中盤の底には岩間、ウィングバックで久留美と稲積、そして2列目に杉田、そして新加入の鈴木潤、2トップ注目の大石と押谷という 3-3-2-2 です。うまく溜めた10番の押谷、そこにプレッシャーをかけに行く福島、流れ球を13番の田中が拾う。田中のクロスボール、中に入ってくる橋本陸、橋本のシュート、動き出したニアサイド、押谷が競る、キーパーの山本、おっとこぼしているがこぼれ球を打つ、ややスクランブル、最後シュートはこの10番の押谷です。押谷が競って山本が掴みに行ったところ、まあ、重なるような形で那須川がいまして、最後はこぼれ球に押谷のシュートでした。まあ、後半といいますか終盤といいますか、藤枝がこう力強さでもって福島を押し込んでいる印象です。流れ球、押谷がワンタッチで打っていく、流れてきたボールに対して躊躇せず振っていきました。この杉田です。またしてもコーナーキック藤枝、福島は守れるかどうか、中央に来る、際どいボールになりました。最後は秋山、鎌田が合わせてきた、最後は幸恵、風はほとんどありません。動き出したところ、ファーから来た、完全にマークがありませんでしたんで、今の場面イスマイラの奥から出てきました。と攻守の激しい入れ替わりがあります。イスマイラを使う、イスマイラのフリック、さあ変わって入った池田か、池田かのクロスボールがニアに来る、こぼれ球、諸岡のシュート、こぼれてくる、迫力ある攻撃になりました。諸岡のシュート、前半ほどちょっとシュートまで持っていけてないという印象もあります。この杉田、より絡んでいけるでしょうか。イスマイラが競って延べ、近い位置でボールを受けに行きました。さてオープンスペースから押谷が運ぶ、押谷が打っていく、延べ逆を取る、池田か、宇佐美のクロスボール、イスマイラに来る、イスマイラ反転から打っていく、ようやく来ましたシュートまで、イスマイラ、鈴木純のボール、中央に来る、いい軌道で中央にボールを置いてきました。最後は秋山が絡んでいったでしょうか、那須川か、藤枝、長いボール、宮本を狙う、宮本が収める、ただ囲って奪った福島、ここでタイムアップの笛です。 J3 リーグの開幕節、福島ユナイテッド FC 対藤枝マイ FC の一戦、ゴールレスドローでこの開幕節、福島藤枝ともに勝ち点1を分け合う結果になりました。